中村です。はい、今日なんですが、今日はですね、なんとついにツーザップから、プロデビュー選手が決まりました。このイケメンです。はい、ケントは、はい、なんとなんと某まだ言えないですけど、今日が7月31日ね、あともう2ヶ月ちょい、はい、2ヶ月ちょいしたら試合が決まりました。団体とかというのはまだ一切言えないんですが、とりあえず試合が決まったことだけ発表で、ちょっとせっかくなんでね、これツルザップ初のプロデビューなので、ちょっとねツルザップ、キックボクシング界でぼちぼち名前がこう知られてますもんね、知られてるんで、変な試合をさせられないんで、ちょっとしっかりと鍛えて、で、まず初日、もう何年かやってるんだけど、週1回で何年かやってるんだけど、なんかクソ下手くそなの。まず今日の出来、どんな状態かっていうのを一回ちょっと軽く取って、で、試合直前ね、どれぐらい成長したかっていうのを取って、あとは試合当日もちょっと追っかけて取っていければなと思っております。任せてください。はい、ツルザップで一番強いのは僕です。そして一番強いのも僕です。いや、僕です。ということで、今日はスパーリングもやるということで、うわっ出ると思って出ると思って、そしてこれでダメだ、それがツルザップで一番強いのは僕です。ツルザップで一番かっこいいの。試合決まって一発目のパンチミットいきたいと思います。プロの、ね、試合に向けて生になるようなコーナー。お菓子か。そしたらいっぱい切られるよ。せーの。踏まってるから、俺踏まってなかったっすね。最初
いや俺もさ試合でかっこいいところ見せんのに。お腹を50パーでいきましょうか。右、じゃあ皆さんの前に行くわ。出よう、振るよ、せーの、こう、まあ、まずキンバキバキですからね。ちょっと前に行こう。はい、はい、じゃあ行くよ、行くよ、せーの、同じくらい、ちょっと痛い、楽しそう、あんなよろしさ、もう一回せーの、せーの、今日はまだね、本日なんで、ちょっと最後一言なんか、試合に向けて、練習で辛い思いして試合でみんなハッピーになれば俺はそれでいいと思ってるんで、やっぱ日々成長なんで、ネバーエンディ、あ、ネバーギブアップ、Thank you、 ネバーエンディングストーリーです。ネバーネバーエンディングストーリーを、はい、ぜひ見ていただければ。ちょっと試合までをね、ちょっと密着して、今日は第1話ですよ。第1話、ケスター、昨日の自分より今日の自分ということで、試合までをちょっと密着していきますので、チャンネル登録と、あと頑張れとかコメントください。絶対アンチコメントくれるでしょ。弱いみたいな、あ、アンチコメント、アンチコメント大賛成なんで、この弱い、今ケンタが弱いところがどんどん強くなっていって、ちゃんと試合で、ね、勝つというまでのストーリーなんで、そういうストーリーなんで、はい、応援してください、お願いします。これ1本あげて、お願いします。じゃあまた来週。